引き続き今日もマーシーが125キロベスト出るか挑戦あげちゃってね。前のんがあれが木曜日やった。そうですね、はい、で今日が月曜日ですね。月曜日、はい、金土日月4日間で 2.5 キロベスト出るかどうか目指せマーシー。140キロへの道一個ずつ階段登っていきましょう。 そうですね、それではアップからいきます。まあ、前回ねあれやったんでこのラック上がってます。86センチ。これでいってみましょう。どうぞ。はい、まあ、これは軽いな、はい、これ重かったら終わってるもん。じゃあ次は100でいこうか。はい、いいよ。じゃあそれではアップ2本目100キロ、はい、いきます。あれ使ってないビニール。え、ビニール、あ、まあ、ビニールとかどうなの。ちょっと合わない合わない。持って巻きで合わない。肘だけしっかり伸ばす。持ってよ。はい。M やろ。はい。いや、これ M。OK。M でもそんな。でも軽い。軽いっす。ナイス。次は110でいこうか。はい。前回と一緒だね。僕は。ただ前回と一緒でここからコールアイに。はい。まあちょっと休憩していきましょう。はい。それじゃあ最初アップ、はい、110キロ。前回と一緒ね。最初アップはこれもコールありで、はい、上げてください、はい、じゃあ頑張って。頑張ります。はい、お願いします。はい、いつだったら入れへんかっていいじゃん。もうちょっと上げたな。もうちょっと上げた。うん、そう、下のこう、中に意味ないでしょ。これを全然これ、ここに来ないと。ああ、これも、うん、スタート。そうそうそう。プレス。ラブ。はい。これ選手より軽い、選手ってこの辺より軽いもん、ね。軽いですね。これはいけそうやね。次あるで125。はい。ベスト。上げちゃってね。頑張ります。楽しみにしてます。次は。つけま。それでは125キロ。はい。つけ間違いなかったね。大丈夫だった？大丈夫。125。ちょこれしっかり上げて今日も気分よく一日練習できるようにしてください。はい、頑張ります。それでは行きましょう。コールかけるから。はい、頑張って。ずっと頑張るとしておいてもらう。それは肘だけ気をつけて。大丈夫だ。ああ、置いてもらったら、こう、大人であると置いてもらったら、はい、とりあえずこう、いろいろ形に置いてもらったら、置いてもらったら、はい、スタート。しようもないし。プレス。くる。ラップ。ヘイ、イエーイ。ベスト。イエーイ。ナイス。しっかりなかったね。今回は2日じゃなかったけどね。はい、4日。4日ですね。金土日月4日で 2.5 キロ。いや、ナイスです。信じないです。ちょっと素晴らしいね。じゃあ次の目標は、次は30ですね。30いったいけどな、はい、まあでも上がり的に27.5でいいと思う、はい、まあ次またいつなるか分かれへんけど、またベスト出る頃合い見てやりましょう。はい、まあ、今ね見てもらった通り肘も伸びてるしラックも上げて、2.5キロ、2.5キロ、5キロ、トータル5キロ伸びたんですけど、こっからね次の課題。マーシーは下ろしが異常に遅いんやな。ラック取ってから下ろすんや。それをもうちょっと早くしていく、はい、ね、これって
結構難しくて、どういうふうに早く下ろすかっていうのをこの、次とその次と何回かかけて、どういうふうにすれば早く下ろせるのかっていうのをやる。みんなね、早く下ろしてって言ったらもうどうしても落とすから、それじゃ意味ないんで、どういうふうなに早く下ろせば正解なのかっていうのをこれからやっていくんで、またそれはね、皆さんは、次回の動画楽しみにしてください。それやっていきます。今日はね、ベスト更新おめでとうございました。ありがとうございます。じゃあ次の課題も見えたんでね、まだ、今日はこれから練習やもんね、はい、この練習から次の課題に向けて下ろし方ちょっとやっていきましょう、はい、それでは皆さんまたよろしくお願いします。あとちゃん、これ一人で食べて、もう一度ぐらい食べるから。いえ、あ、ちょっとでも、あれだ、乙女だって。そうなんですただ重量はね、伸びてるんですよ。体重10キロ持ってたの。本日中身のサーモンとホタテと湯気のまでします。生ものになりますので早めに。はい。